これは。かぼちゃめ、来るなら来い。町の人々は私が守る。ララティーナ、待ってください。かぼちゃの様子が。うん、これはなかなか。どうして後頭部をガツンと叩かれるような強烈な刺激、癖になりそう。喜んでるのみたいですね。心なしか笑顔になってる気も。隠し味にナツメグを使っているな。その上、上質な小麦、おそらく寒い道で採れたものか。料理コメントも的確ね。おかわり。ちゃんと食べ。食った食った。腹いっぱい。カボカボカボ。あれだけ食べればね。それで、どうなの？よくぞ刺激的な供物を差し出した。満足だ。ということは？ああ、盟約に従い、この町を襲うのは、やめておこう。のやつ、ついにやりやがった。あのカボチャを退けたぞ。カボチャスレイヤーだ。カボチャスレイヤーのカズマさんだ。カボチャスレイヤーをやめてくれ。なんか微妙だ。また来年にな。お、また来年？これでひとまず一件落着ですね。一時はどうなることかと。ところでお兄様、あのカボチャに食べさせたお菓子はどんな味だったのですか？確かにちょっと気になりますね。一口だけ。おいメグミン、それは、大変、メグミンが火を吐いてるわ。だから言わんこっちゃない。人が食べられる限度をはるかに超えた唐辛子全部入りパイなんだよ。刺激的という点ではちょっと他じゃお目にかかれない出来になってるはずだが、人間の食い物じゃないか。なるほど、かぼちゃに食べさせるものだから人間の限界を超えた辛さにしたんですね。大丈夫か？口の中で爆発が起きたかと思いました。そんなにすごかったの？逆に興味が出てくるわね。私もちょっとだけ興味が。いけません、カズマ、早くそのお菓子を捨てるんだ。へい、分かったよ。間違って誰かが食わないように焼いて処分するか。何時に問う？我に供物を献上するか、それとも闇より暗き混沌を望むか。もうトリックオアトリートでしょ。変なアドリブを入れるのはやめて普通に楽しみましょうよ。とても楽しそうですね。なんて素敵なお祭りなんでしょう。私もいたずらする代わりにケーキをいただきました。お一つどうぞ。とっても美味しいですよ。ありがとな、アイリス。なかなかうまいな。シワシワにも合いそうなお菓子がいっぱいね。お前は結局それか。素敵なお祭り、来年も楽しみですね。来年もあるのか？あるんじゃないですか。また来ると言っていましたし、かぼちゃもカズマのお菓子を楽しみにしているんでしょうね。
俺のお菓子のせいで来年も来るのか。大変ね。来年は食べられないといいわね。俺は普通にハロウィンを楽しみたいの